MLB マーリンズ4、20ドジャース、日本時間20日、フロリダ州マイアミ、ローンデポパーク。ドジャースの大谷翔平、30、がついに MLB 史上初、50本塁打、50盗塁、の偉業を達成。序盤に2盗塁を決めた大谷は、49号、50号、51号と自身初の3打席連続アーチで、51から51まで到達。 ホームラン王争いなリーグ、独走の大谷は2位のブレーブス M。オズーナ38本との差を13に広げた。さらにアリーグで MLB トップのヤンキース A。ジャッジ53本に日本差しと迫った。この比量者は本塁打なし。昨年世界一を奪還した WBC 決勝の地で再び歴史を作った大谷は、 この試合6打数6安打 3HR の10打点2盗塁と大爆発。試合後に自分が一番びっくりしていると話した大谷は50から50を飛び越え51から51に到達し1試合で10打点はドジャース最多記録に。打点は110、120に伸ばし松井秀喜氏が持つ日本人 MLB シーズン最多記録116打点を1日で塗り替えた。 12日のカブス戦でキャリアハイの47号を放ってから直近8戦5発で好調をキープ。両リーグトップ独走だったジャッジに2差と迫り、残り9試合で都市54本ペースに上昇した大谷は MLB 最多本塁打も視野に。打点はジャッジの136打点とは大きな差があるが、ナリーグでは2位のブルワーズ W。アダメス29を1差から、 11さと大きく突き放した。